アイドルさんこんばんは。アルバトリオン好きなやつ、だいたい4つの性癖を使いこなしている。アイデラギリ、さっきデベロッパーズダイアリーがやったわけなんだけど、思ったよりてんこ盛りだったね。俺見て満足して今回は動画撮らないかなと思ったけど、話したいこと多すぎな。まず早速これ、炎活性状態、竜活性状態、氷活性状態、これまず名称はなかったはず。てかそもそもアルバトリオンって2つのモードしかなかったんだよね。炎と竜属性をまとった状態と氷と雷をまとった状態。だから炎と竜がこう分かれてんじゃん今回。ここにまず驚いたよね。雷活性状態もあると思うんだけどね。でもなんかあれなのかな、わざわざこの3つしか載せてないってことはないのかね。普通に雷打ってるシーンはあるんだけど、なんかこうモードチェンジしてる感はなかったから、もしかしたらないかもしれないな。これはもう来ないと分かんないわ。でちょっと気になったはずがこれなんだよね。これ氷のブレスで下が霜焼きみたいになってるけど、ハンターがグエグエってなるだけで、まあ、吹き飛んだりはしてないと。おそらくマムタロトの炎ブレスと同じ枠なんじゃないかな。あの継続ダメージね、マムブレス氷版みたいな枠だと思うわ。んでこれだよ、エスカトンジャッジメント、属性変化を伴う強力な攻撃と。これやばいね。何がやばいかって、 HP がギリギリのところで飛躍飲んだのに、また飛躍で回復した分も全部削られちゃうよっていう。あかんでしょあかん技だね。しかも活性状態が切り替わる時だから、多分何回もやってくんだよね。炎活性状態から氷活性化状態に、切り替わる時に打ってくると。まあでもなんか地面のね、焼け具合からして、多分飛躍飲んだ後に緊急回避入れれば、あのダメージでも耐えきれそうな感じはあるね。でこのエスカトンジャッジメントには救済処置があるっぽくて、属性ダメージを与えていくと、なんかダメージを弱くできるみたいな感じのシステムらしいね。なんかへーって感じじゃない？ほー、こういうシステムで来たかっていう、今までにないね、モンハンのシステムだからね。これね、おそらく火モードだね。火がブワーってなってるから。で殴ってんのが氷の、竜門たちだね。だから炎は氷、竜はなんだ、竜かで、氷活性化の時は炎でダメージを減少させることができると。ただね、ソロで討伐するってなってくると、やっぱ一属性しかないから、まあ、飛躍飲んで緊急回避で避けるしか回避方法はないんじゃないかな。多分爆破が最適解な気するな、ソロだとね。それか竜とか。んで、この太刀使い歓喜だね。終焉の爪シリーズだね。あの、アルバトリオンの太刀吹きおなじみの。多分、名前変わってなければ終焉の太刀、終焉の太刀、終焉。ん？違うか。漆黒の爪か。ちげえ。なんだ、終焉の太刀って。漆黒の爪、漆黒の爪、終焉。で、もう一段階、なんか、神なんとか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 みたいな。あっち名前覚えてないんだけど、おなじみのシリーズが出たと。これ嬉しいね。そしてアルバトリオンの防具のシリーズスキル、広告竜の神秘、防御スティータスの属性耐性値が高いほど装備してる武器の属性値が上がる。これも面白いスキルだね。左が非耐性17、氷耐性17、竜耐性35で、上の770の値で、右がかなり属性持って810だ。40しか変わってないんだよね。意外とだから、なんだろう、ぶっ飛んでるようなシリーズスキルではないのかな。ただ体験だから、なんだろう、上がる倍率が少ない説あるね。武器ごとに倍率は違うのかもしれない。双剣とか弓とかはもっと高いのかもしれないな。いやでもどうだろうね、そんなこともないような、どっちなんだよって感じだけど、そんなこともなさそうな感じもするよね。まあ、ビルドが何個か更新されるレベルなんじゃないかな。それこそ弓、双剣とか属性を扱う武器がね、そんななんか、めちゃくちゃ、これが必須っていうわけではないと思う。多分2V か 3V だね。このシリーズスキルだと。2V 臭いなぁ。あと、耐水の装衣とか耐雷の装衣とか、属性値を、上げる装衣着ると、多分、武器の属性も上がるから、それと組み合わせて使われる説あるね。
で、ベリオの情報も出てきたね。標準白ベリオロスって読むらしい。これ誰が読めんねん、これ。これ東大生しか初見で読めないでしょう。つか、ベリオだったね、やっぱ。まあ、鳴き声とかで、もうベリオだろうなとは言われてたからね。でも面白いのが、アッシュがいるんだよね。アッシュがいるのにこう、二つ名がいるっていうのはまた新しいよね。砂漠の暑い地域に適応したベリオロスが、ベリオロスアッシュなんだけど、まあ、これも、アッシュではないけどね、なんか、実質アッシュみたいなもんじゃん。長生きしてるベリオロスらしいんだけど。で、技が、こう、ブレスを吐いて、そのブレスに絡み取られちゃうみたいな、イベルカーナの下ブレスと同じ感じだね。ブレスに全部のブレスにイベルカーナの下ブレスと同じ効果がありますよ、と。で、これ見てもらえばわかるけど、割とすぐ消えるんだよね。下の氷が。だからそんな、なんだろう、害悪みたいなモンスターではないと思うわ。ただね、この後の、このブレス、これちょっとハンターが一人だからわかんないけど、結構避けにくそうじゃない？範囲バカ広いよね。んで、次がこれ。導きの地でモンスターを呼び出すのに使う特殊痕跡をマカ錬金で錬金できるようになったと。これやばくない？もうなんなら、アルバトリオン追加よりこれが一番すごいまであるよ。俺ね、毎回というか、毎回なんだけど、例えば、なんだろう、カスタム強化でいっぱい使うモンスターの素材って言ったら、まあ、ジンヨーガとかラージャンとかさ、必要になってくんじゃん、カスタム強化で。で、いろんな武器使うわけだから、何回も行かないといけないじゃん。ってなってくると、まあ、呼び出すのが一番手っ取り早いんだけど、もちろんなくなるわけ。じゃあ俺どうするかっていうと、生配信初めて視聴者に乞食するっていう。誰かジンヨーガ足の特殊痕跡持ってないっつって入ってもらって、そこに乞食するっていう。もうその乞食プレイがなくなったわけだ。救われたね。被害者になってた視聴者が。で、地味にね、5石もね、また3つ強化先が追加されてるよ。抜刀の5石3、転覆の5石3、体術の5石5。まあ、これには、どうなってくるかはわからんな。そんなにガッチガチの必須ではないのかな。体術はどうなんだろうね。体術はもしかしたらもしかするかもしれんな。で、次、着せ替えだね。プーギーの着せ替えで、なんか、プーギーが卵役で、クルリアックが上に乗ってる感じなんだけど、これはもうね、どう見てもプーギーとクルリアックの交尾です。本当にありがとうございます。はい、次が受付嬢の着せ替え。これ似合ってるよね。セクシーだし、めちゃくちゃ好きだわ。タイランと受付嬢の次に好きかな。つうかね、俺最近モンスターハンター系のPV とか超見返してるんだけど、受付嬢めちゃめちゃ可愛くなったよ。ワールドのムービー見て、本当に。全然顔違うからね。なんか、見てると、あっってなるんだよ。ワールドの受付嬢って。アイスボーンで本当綺麗になったなって思う。んで次がこれ、今回のアップデートの一番の目玉だね。アプトノス装備。これ超リアルでびっくりしたんだけど、俺。すげえさ、わかる？肌感リアルすぎない？めちゃめちゃ好き。俺、ゆらゆらフェイクとかモスフェイクとかケルフェイクよりもこれが一番好きだわ。絶対これつける。そして最後にロードマップの情報がまた解禁と。秋だね、次は。復活モンスター。これはね、まあもう、アルバトリオンのインパクトを超えてくるものだともちろん思うんだよ。ここでバルファルクとか来られても、あー、なるほど、アルバの次、バルファルクかーってなっちゃうじゃん。だからね、まあもう次こそミラボレアスなんじゃないかなって思うけどね。でも俺こういう復活モンスターの話になると、俺ミラボレアスの話しかしないじゃん。だからなんかまた外れてる気がするわ俺。まあミラボレアスの話をすればもう面白いと思ってるから、ミラボレアスの話しとけばもう楽しいからね俺は。まあ話したいことはこんなもんかな。あとはね、やっぱりこのアルバトリオンがベヒーモス級の強さであることを願う。ちょっとね、もうほんとソロでの白熱した戦いをやらしてほしいわ。フロンティアもなくなっちゃってさ、もう俺は、モンハンのソロ狩りに飢えてるわけ。動画、お願いします。さらば。